通常国会への思いをちょっと伺う前に、一つぜひ伺いたかったことがあるんですが、そのこれまでですね、大島さんはいろんな所感を出されたりして、例えば行政監視機能をきちんともう一回見直そうじゃないかとかですね、まあ、いろいろ、まあ、おそらくこれまでの国会議長ではされなかったようなですね、もしかすると踏み込まれている感じもするんですね。それはやっぱりあれですか、その出される思いは黙っててもいいんだけど、やっぱりこうしなきゃダメだってい う, こうもどかしい思いみたいなもの、そういうものがこう出させる、動かさせるんですか。私にとりまして、はい、いろんな経験をさせてもらいました、はい、特にねじれ国会3年、はい、そして我々が野党になりまして、民主党政権3年、約3年、はい、この6年間は前半は国対委員長として、はい、後半は谷垣総裁の下で幹事長総裁やりました、はい、うん、ああいう現状は起こらないともかまた限らない で、あの混乱とああいう中でに日本の国のその意思を決めるというこの難しさ、政治の現場を経験した時にですね、やっぱり我々は何回も申し上げますけれども、主権者である国民の皆さんから、うん、おい任せたぞと選挙でそう言われている、はい、国民の皆さんは見てないようで見るもんなん、うん、それはなぜか、国民の皆さんも自らの生活政治をやってるから、はい、政治家の見定めというのは鋭いものがございます、うん、したがってそういうことから我々がしっかりした立法府としての責任と矜持を持たなきゃいかん、うん、それが実は次の選挙で必ず跳ね返ってくるぞという、うん、その思いがあるものですから、うん、そういうことを申し上げたりしてきましたし、うんうん、国会の重要性というものを申し上げているわけでございます。なるほど、はい、実は大島さんですね、大島議長、今年に入られて地元の弘前で講演された時ですね、おそらくまあ来たる通常国会意識されているいたんでしょう、こんなことをおっしゃってます、はい、今月行われた大島議長の講演での言葉、うん、こちらをご覧ください。国民から負託を受け政治をやっているという責任感と矜持こそ最も大事な姿勢でなければならない。この言葉をあえて今度の通常国会に向けて放たれた、どういう思いでいらっしゃいましょう。これはもう自分に対して言ってることでもあります、はい、で先ほど来さまざまな問われている問題もそうでございます、はい、で国会開設130年で100年前の日本の国会のようになってはならんという歴史学者の方からの、はい、アドバイスは非常に私は記憶にありまして、政権構想のための構想ではなくて、国民のための政権構想はいいと、で大正から昭和に移ってですね、激しい政党国会やって、そしてそれからまあ太平洋戦争にこう入っていくという、国会の機能というものをしっかり大事にしていくためには、それぞれの議員の皆さん、与野党の含めて私も含めて、まさにそういうふうなことがより一層必要な今度の国会になるのかなという思いで、まあ、弘前で講演したこともこうして取り上げられると光栄ではございますがそんな思いで、矜持という言葉、はい、責任感という言葉、まあ、とても印象に残りましたね。矜持という言葉はよく使われるんですか、はい、割と私だって何も全部神様仏様みたいな人間じゃありませんので、生身の人間ですから、毎日自分でそのように言い聞かせなきゃいかんと思っております、はいはい。